愛国家は大韓民国の国家。作曲者は綾安氏、作詞者は陰意たすろしだったと韓国政府の公式文書から判明している。音程が高いため声変わりをした男性には歌いづらいとの指摘がある。そのために、2014年8月、教育現場では新たに音程を2つ下げた愛国家が導入された。現在の愛国家の歌詞は1896年の 独立門邸組織の際、白桃山を歌った愛国史にアメリカ人宣教師たちが賛美歌として伝えたスコットランド民謡をオールド、ラングサインのメロディーをつけて歌ったものとも、また3.1運動直後、上海で樹立された大韓民国臨時政府により採用されたものとも言われる。日本統治下ではその愛国的な歌詞が禁止されていたとする韓国人もいるが、 もし事実だとすればそれは、朝鮮総督府が歌詞の内容を吟味して禁止したのか、それとも単に朝鮮語の歌舞曲を禁じたためなのか判然としない。いずれにせよ在外朝鮮民族によって愛称され、上海の大韓民国臨時政府はこれを国家として指定した。日本の終戦からちょうど3年後の1948年8月15日の節の独立記念式典で、 スコットランド民謡のメロディーは姿を消し、代わりにアンが1935年に作曲した還元楽曲、韓国原創曲の終曲のメロディーを同じ歌詞に載せた新しい愛国歌が歌われた。幸福節後、ほどなく1948年の李正版、大統領による大統領令により、国歌、愛国歌はアン作曲のものと定められた。なお、 韓国の各放送局ではその日の放送開始終了時刻に愛国家の演奏を行うことになっており KBS の各チャンネルでは放送開始時間前にはそれをフルコーラス演奏するその他韓国の民放 MBC と SBS などでも流している演奏中にはいろいろな風景や国柄を反映する映像が流れる韓国の市民権を得るための試験の一つに 愛国歌の一番を歌うという項目がある。なお、朝鮮民主主義人民共和国の国歌も愛国歌という名だが、歌詞もメロディーも全く異なるものである。2006年3月の報道によると、1942年にドイツのベルリンフィルハーモニーで開催された満州国建国10周年記念音楽会において、アンがベルリン放送公共楽団を指揮して、 自ら作曲した満州国宿典音楽を演奏している7分間のフィルムが発見された。フンボルト大学ベルリンの音楽学科に留学中の学生が発見し、朝鮮日報に持ち込んだもので、フィルムに収められた満州国宿典音楽には、韓国幻想曲と同じメロディが使われていたとされる。フィルムの発見者は愛国家の歌詞、カレーナさんが朝鮮半島、 私の愛、朝鮮半島、あなたがただけだよの部分とほぼ同じ旋律が登場し、歌詞の内容は異なるが、満州国祝典音楽と、韓国幻想曲の合唱部分の旋律は、誰が聴いても、うり二つに感じるほどだと主張している。作曲者である安は、日本の天皇を称える曲を作るなど、日本帝国主義の称賛を続け、またナチスドイツに協力した行為も明白であるとの、 理由により、2009年11月8日に刊行された民族問題研究所の新日人名辞典に日本による植民地支配に協力した一人として名前が掲載された。綾康氏すは1965年に没死しており、没後50年後の2015年まで著作権が存在していた。このため、愛国家は国家としては珍しく著作権料支払い問題を 抱えていた。2003年12月には韓国音楽著作権協会が試合前にこの曲を演奏した K リーグの2チームを告訴している。2005年3月にアンの遺族は著作権を韓国政府に寄贈し、ようやくほとんどの国家と同様にパブリックドメイン扱いとなった。大韓民国臨時政府時代に使われた愛国家オールドラングサイン曲が挿入された。 ありがとうございます。